オービリン大学短期大学部は東京都町田市時和町3758に本部を置いていた日本の私立大学である。1950年に設置され2007年に廃止された。大学の略称はオービリン短大。学生募集は2004年度まで2007年4月27日廃止。学科専攻課別課取得資格について 大学関係者著名な出身者、カナダアメリカニュージーランド中国、ABCD 平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧263ページ、オービリン大学短期大学部の校より、ABC 典、全国学校総覧昭和30年度版1376ページより、2000年度版68ページより、 教員養成課程認定大学短期大学一覧54ページには、同書発行当時、高等学校教諭二級免許上の同教科も設置されていた旨の記事がある。ABC1996 年度入学用冊子より、ハット ABC2000 年度入学用案内冊子より、AB1999 c 年度学生募集採集、2002年10月28日廃止、 ペンテコステとも呼ばれていた5月1日時点での学生数、ありがとうございます。